よくぞ戻ってきた。わしはとても嬉しいぞ。そなたならきっと竜を滅ぼし、平和を取り戻してくれるであろう。世界のみんながその日を待っておるぞ。そなたが次のレベルになるには、あと499ポイント経験値が必要じゃ。レベルが上がった時は、わしに会いに来るようにな。いやー、なんか、前回ですね、ドラゴンに、すごく、ねえ、ドラゴンに、ドラゴンにね、もう、バッてやられてしまってね、いやー、ちょっと、すごいね、ショックでしたね。やっぱりね、レベル上げがね、足りないと思います。レベル上げしたいと思います。まあ、目標はやっぱり、まあ、8だから10で、で、あとね、あわよくば、お金を貯めて、強い装備を着て、勝ちたいですね。ドラゴンに。なんか別にドラゴンを倒せとは、確か言われてないんですけど、でも、勝ちたいな。私、ドラクエ10やってて、ドラゴンとね、ドラクエ10で戦ったことあるんですけどね、めっちゃ強かったんですよね。だからね、勝てるのかなって。なんか、一桁のさ、勇者がさ、でも私勇者だから勝てるのかな？勇者だもんね。勇者だったら勝てるよね。頑張ろう。実はなんか、あれなんか、裏ボス的な扱いなのかな？あいつは。なんか、シンプルだね、ドラゴンっていうのは。うわ、気がついてない。めっちゃいくか。13ポイント。14ポイント。強い。あがいこと強いな。私、キメラの翼持ってたかな。ちょっと記憶が曖昧。持ってなーい。ここはどこだ。毒沼。うわぁ。大サソリ。よし。オッケー。出た。ここは行ったかな？ちょっと覚えてないから行こう。そんなにね、収録の期間空いてないのに、覚えてないってマジって感じなんですよ。空いてないわ。ここなんだ。さて、そんな装備で大丈夫かって感じですけど。大丈夫なんかな？行って大丈夫だった？なんか、お墓ある。うわぁ。サイヤ人みたい。オッケー。なんかまたあれかな、ドラゴンみたいなさ、なんか強い敵にさ、あったりするかもしれんな。これさ、松明の範囲狭いよね。もっとさ、広くさ、松明、せっかくさ、課金して松明買ってるんだからさ、全部広くていいのにな。これなんだ。特に調べたりはできんのかな。わあ、あ、これ近い。これさ、リレミトがないからさ、出るとき大変だね。こっから来たんか。こっちから行った。はい。気づいてないなら逃げてもいいかもしれんな。27か MP。薬草がないんだよな。すごい雑な装備できてしまった。はい。迷えって。あ、すごい行き止まりだ。なんか宝箱とかさ、ないの？よし。よいしょ。
メーターが強いよね。強い敵出てきそうで嫌だな。よし、思ったよりでもサソリとメイラの攻撃はそんなに重くないから。まあ、痛恨のね一撃だったら終わるけど、ダホエミ足りるかな。まあだからさっき言ったじゃん、魔除けの薬さ使えばよかった、買えばよかった。そろそろレベル上がってもいいんじゃないのか。499ポイントだったよね。あー結構遠いな。なかなか抜け出せんダンジョンから。まあ、迷ってる間に強くなりそうだからいいけどね。こっちじゃない、どうやって行けばいいか。よし、 OK。 とりあえずこう右沿って、よし、なんかだいぶ一撃で倒せるようになってきた。こう右に沿って歩く作戦で、よし、OK OK、よいしょ、こういって、戻ってるわ。はい、OK、だいぶ強いぞ私。なんか骸骨さえ出てこなければ割と楽に経験値うまうまですね。お、湖は通れない。サソリー、オッケー。お水飲んでたのかもしれん。7回しか声に唱えられないから。あ、なんかあった、348円。うおー嬉しいけど、嬉しいけど死んでなくしそうだな。いやでも100円、150円ぐらいになると思えばまだ、うん、ポジティブにいこう。 MP 回復する薬とかないのかな。よし、ここの300円ってでかいよね、でかいよね。348ゴールドってだいぶやで。会心の続き、メーダーに37ポイントゲット。 OK、 こういって、よし、持ち物増えたりするのかな。カバンとかあるのかな。あ、下行ける。ザッザッザ。
さて、右作戦でいくか。よよよよ、なんもない。やばい、キタンソウはちょっと強いぞ。骸骨、骸骨一撃が重いんだよな。いや、下の階は骸骨がいるのか。25ポイントくれるからいいんだけど。えっ、何この人、気持ち悪い。ドロル、なんかちょっと怖いな。なんか様子が違うね、人の会は。魔法使いとか、なんかそう優しめの人出てこないんだけど。あ、ある、500円。何そこ、すごい。なんかもう800円ぐらいここでゲットした。あ、なんかある。メトロゴースト。あ、よかった。でもなんか絶対強いよね、絶対強いよね。怖っ。ここなんかさ、虫みたいなのが、松明。あ、よかった、やった。虫みたいなのがいるんじゃないのねえ、虫的な。なんか怖いなー、怖いなぁ。うん、また来よう。ここで何回も戦ってたら多分レベル上がるでしょうね。出る頃にはさ、出る頃にはなんかドラキーマ、ホイミ。おお、この人ホイミ打てるんだ、すげえ。仲間になってよ。何これ、無限ループって怖くない ?MP が切れる。お前の最後だ、MP が切れた。ら、お前の最後だ。よし。よし。ドラキーマ。ドラキーマすごいな。ホイミ打つんだ。あ、OK。ここはなんだ?うわぁ。魔法の鍵使ったけど、行けてきてよかったとこ。OK。よし。さっきと打って変わって敵が優しくなった。キメラの翼とかないかな。ディレミトとか覚えんかな。戦いの基本でしょ、ディレミト。勇者万能説あるんですけど、ダメかな。あ、なんかありますね、下に降りる。広いな。なんもないんかーい。なんもなかった。こっちから行くか。おい。なんかでもあれだな、怖いけど、なんか宝箱あったし、なんかワクワクするね。よし。なんかいいですね、ダンジョン。まあめちゃくちゃ道迷ってる気がするけど、出れるのかな私。適当に行くと迷うぞ。あ、この終わりだ。ガンガン行こうぜ、行こうぜ。しすぎてね、さっきからもうね、何回もユーカペロしてるんだけど。 OKOK。 あ、1900円、知らん間にたまったわね。今すぐ貯金したい、このお金。はい、サソリ。
恋に万能だ。いやー、 OK、 よし、よし、怖いから一旦出よう。一旦出てお金貯金しよう。で寝てまた来よう。やった、レベル上がった。なんぼよ。9レベル。よし、いいぞ。いいよ。レミーラ。レミーラって何？お！松明いらなくなりましたね。あ、でも MP もったいないか。すごい、私、レミーラ覚えた。でも初めての呪文だな。レミーラって。でもなんかレミーラってなんか明るくなりそうにないよね、響き的には。ここはどこだ。あんたガライの墓へ行くつもりですか。なんて読むんだったっけ。盾ごと盾ごとの音色は魔物たちを許します。行くのはやめておいた方がいいと思います。墓？昔は遥か南の方のドムドーラという町まで旅をしたもんだ。宿屋の親父にもよく世話をかけたな。今も元気だろうか。ガライの墓場の入り口？それを教えなきゃいかんな。どうしても行きたければ自分で見つけろ。なかったよね。えい！売ってけ泥棒！どうせ崩壊は滅びてしまうんだ。今更お金儲けようとは思わないぜ。何？もらっていいのか。銅の剣。180円で買ったのに630円いいの？一生ついていくぜ。うわ、すごい。神？おばちゃんがいる。鍵がない。ちょっと買うか。置いてほしいなって。銅の剣もらったんだが。よっしゃー。鎖片びら、鉄の盾。ちょっと待って、ここじゃないとこで、あれだな。ここじゃないとこで、お金って貯金できんの？ここで。貯金できんの？ちょっと、貯金できんの？貯金できんの？できない。一旦帰って、魔法の鍵買って、あのおばちゃんのとこ行こう。その方がいいと思う。ドラクエ楽しいね。よし。あ、ここ魔法の鍵ないと無理なんだ。これどうにかいけんのかな。どうにか外から回っていけないのかな。
ダメだ。ズルはできないようになっている。ここって、あ、とりあえず打っとくか。たった半額になってしまった。180円頑張って貯めて買ったのに。鍵が欲しければあっちに行くしかないのか。とりあえず貯金しよう。よし、この辺の人たちで鍵売ってくれてる人いたっかな。ない、買った。待ってよ、聖水、あ、あってき、聖水持ってた。一個買ってたやったな。よし、とりあえず薬草をいっぱい、いっぱいというか、まあ、持てるだけ持っとこうかな。OK、6個しか持ってないんだよね。お金貯めたから魔法の鍵を取りに行って、取りに行ってキメラの翼で帰って、あ、その前にあっちの、あっちのさ、僕5000円ぐらいした気がするんだよな。ちょっと買えるかどうか確認して。勇者の子孫ってさ、すごい前なのかな。ルトパイセン、ねえ、そのまたおじいちゃんのみたいな、それぐらいの年なんやろか。着いたー。ここのさ、防具ってさ、防具3000円、見守りは万全、何回でも使える、歩くと HP 回復する。うわー、歩くと HP が回復する、いいなー。7000円かー、たっけー。いや、でも歩くと HP が回復する必要はあるか。ないな、ないないないわ。うん、ないない。あのさ、お金預けてるとこってどこやったかな。ここにないのかな。あ、南に行ってる。お金、これ貯金預けたとこなかったかな。銀行、銀行なかった、なかったかな。なかったらさ、お金持ってさ歩かないかんねんけど。え、めっちゃ嫌ですよ、私チキンなんでね。あ、この鍵であっち2箇所開けてみようかね。鍵でさあ、ないのかな貯金。やっぱお金持ってさ歩かないかんの嫌だな。お金持って歩きたくないな。よし、よし、よし、OK。このBGM いいね。よし、ここに入って、ここにさ、2つあるんだよ。はい、雨と太陽が合わせるとき、そうだよ。はい、雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる。これはここアルフガルドに古くからある言い伝えだよ。そしてわしが聞いた話では、太陽の石というものがラダトーム城に眠るそうじゃ。ほう、やったぜ、命
チノキのビゲット。よし、最大 HP が4から6増える。6上がった。運良すぎか、運良すぎか団長。よし、とりあえずキミラの翼を買って、ここはキミラの翼、待って、道具ないのかな、道具売ってないのかな。ここは予言の人だったよな。一旦南見てみるっていうのもありだけど、敵が強そうなんだよな。どうせなら鎧着てから行きたいところ。あ、間違えた。鎧を着てから行ってみたい。お金は貯金したからって言っても結構持ってるけど、壺見てなかった。オッケー、やったぜ。よし、キミラの翼ないかな。ない。よし、一旦寝て南行ってみるか。おやすみなさい。おはようございます。南に行けって言ってたの。南行ってみようぜ。だいぶ強くなったんでね。よし、 HP も50超えてますよ。うわ、なんか色違い。資料って何？強っ。うわ、強っ。うっ、いやー、何それ、ちょっと。うわ、あなた強いわよ。よし、なんか急に強い人来た。マジか。ほこら、あれだ。強そうやな。じゃ眠らせるか。ラリホ。寝た。よし、ザバ。そして逃げる。オッケー。戦わない。戦わないんだ。それでいいのか、お前は。なに？リカンとマムル。もう顔が悪そうだもんな。いやー、ちょっと攻撃してみるか。よっ、13、20、強っ。うわ、強っ。よし、倒した。いやー、いやー、80ゴールドもらえるけど強いなー。祠があるだけで、あれだよね、多分宿屋とかないよね。一旦行ってみるか。何これ、綺麗だな。わっ、なんかいる。こんにちは。そなたが野との血を引く誠の勇者なら、その印があるはず。愚か者よ、立ち去れ。は？ここまで来たのにさ、立ち去れとか、あなた、冷たくない？なんかないの？なんもないやん。ねえ、印ってなんなん？街でもさ、言われたんやけどさ。印ってなんなん？ないな。キメラないかなと思ったんですけど、ないですね。ゴールドマンって何？なんか、笛って言ってたよな、最初。なんか、笛。
何も起こらなかった。何かは起これよ。ギラ、いやー、強っ。一旦ほえび強っ。倒してみたかった。悔しい。倒してみたかった。はあ、くそー。まあ帰れたからいいよ、帰れたからいいから。